違う。野茂の場合は、その、左打者は打てない。むしろ右バッターが並べて攻略するということはあったんですけれども。最後は落としました。と、はい、いうことで、よく打たれたもんですからね。はい、ダイエーのピッチャーも抑えられるのになぜだろうというね。で、胸元のね、スライダーであるとかね。いい当たりだ、宇宙コン。ランナー三塁に行っている。好走塁を見せました、小川。いい当たりでした、一郎。タイミングを測りながら、この振り子打法。あの新井バッティングコーチも言ってましたが、この人は本当に初球いい球が来ればどんどん狙っていきますね。やはりタイミングなんですよね。はあはあ、ですから狙い球を絞って打つとか、ということよりも、もうその時自分がもうタイミングが合えば少々ボールにであろうと何であろうとかにあったでしょうね。はい、でさほど厳しくなくても一郎自身が考え込んでしまうと、でタイミングが出れたんですが、最近ようやくの子になってきた。その一郎スタート、今シーズンですけどもね、そんなことおっしゃってましたね。ノーアウト二塁三塁、1点を取られて1点差に詰められた後のブルーウェルの攻撃。しましたように、大リーグで30-30、30ホームラン、30盗塁を2回経験した、その足とそれからバッティングのうまさとパワーと全てを見せつけるというアメリカの人気者ですが、イチローにも足があって打力があって走力があります。点差に詰め寄った、あともうすぐね、このピンチを招くということはね、相当こうきればね、つまり同点にできない後のこの、ね、そうなんです、守りですからね。小久保前進、浜田も前進、あ、最後はねじ曲げてきました。本当の穴といえばね、やはりこのアウトコースの変化球ですから。右洗いバッティングコース。先制打、田口。飛んだのはバット。やはり外でしょうか。そうですね。ボール1個くらい外でも追い込まれていればやっぱり食いついてきますからね。はい、マスク吉永、まっすぐです。143キロストレート空振り、ツーアウト。この打者と勝負したいと、この方が嫌だというのはね、あるんですよね。例えばそれは今までの対戦成績に関係なく、関係なくね、あるんですね。まあ、ましてこのニールというのは対戦昨年もありませんよね。ですからその次の高橋と、はい、まあ、ベンチとすれば高橋の方がやりやすいんじゃないかと思ってもですね、バッテリーが、いやもうニーズの方がやりやすいと、はい、まあそういうことであればもう任せなきゃしょうがないし。ちなみに高橋とは去年5打数2安打1打点、今日は高橋に対しては三振とセカンドフライ、ニールもフォアボール、第1打席はセカンドゴロでした。さあどっちを選んだか。ニール戦だったと思うんですよね、もうニールと勝負なら思い切って攻めろと。なるほど、まずストレート、どうぞ、
もうこれが一番ねバッテリーとすればやりづらいんですよね。ストレート、ニールと勝負。